日本語の私はに惑わされないで。はい、つみやき。こんにちは、大西です。毎日夏って感じですね。もう私はすっごく嬉しいです。はい、ではですね、今日は中学英語で日本語から英語の発想転換を一緒にやっていきましょうね。まず英会話初心者を抜けるためには、このね、発想転換スキル、これを持つっていうのがすんごい大事なんです。これができれば、あとは単語を入れ替えてどん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 花開いていくので、まずはこれをね、意識して英会話学習しましょうね。はい、で今日のポイントは、もういつも言ってて恐縮なんですけどね、主語動詞を徹底するってことですね。もうね、耳たこだよって感じだと思うんですね。まあ、特に私の生徒さんだったら耳たこだよって感じだと思うんですけど、しつこいんですけどね、英会話っていうのは知っていることと使えることは違うんですね。はい、知っていることははっきり言って価値そんなないんです。だってただ知ってるだけだからね、使えてはないので。だから使えるようにしたいんだったら、ちゃんと運動しようってことですね。練習が必要なんですよ。実際にあなたの気持ちを動かして口に出していくっていうことがね、そしたら使えるようになる、実用になるんですよね。ね、知ってるだけだともったいなくないですか。使えた方が絶対楽しいですよね。はい、ということで使っていきましょうね。ということで、はい、主語動詞を徹底するですね。英語はとにかく主語動詞の順でね、文章を作るんですよね。で、日本語のね、私はっていう罠にはまらないようにしないといけないんです。はい、これがね、日本人にとってね、ちょいとね、トリッキーなとこなんですよね。はい、では今日この例文やっていきましょう。もうめちゃめちゃ簡単で、もうはって感じだと思います、はっきり言って。なんだけど、実際に自分が話すときにうっかり私はの罠にはまってしまうんですよ。これはもう私ずっと生徒さん見てきて、初心者さん見てきて思います。分かってるんですよ、頭では。英語は主語動詞だよねって分かってるんですけど、言うときに私はの罠にはまっちゃうので、これね、たくさんやっぱりね、腑に落として練習する必要があります、口でね。はい、では、例えば1番目、レストランでの会話で、私ごぼ天うどんにするけど、あなたは、あ、ちなみにちょっとごぼ天うどんを解説しておきますね。私の出身地福岡市博多では、ごぼ天がすごく人気なんですね。まあ、県外の方だったらもしかしたらね、福岡といえばラーメンでしょって思うかもしれないんだけど、もちろんラーメンもすごく食べるんですけど、同じぐらいうどんも食べます。うどん屋の数も相当多いです。まあ、何の解説か分からなくなってきたんだけど、で、あのごぼうの天ぷらが乗ったうどんっていうのがすごく、まあ、どの店にもあるんですね。まあ、メインディッシュなんですよ、結構うどんのね。で、これね、ちょっとね、すっごい余談ですけど、ここにうが入ってないじゃないですか。ごぼう天じゃなくてごぼ天っていう人って相当博多っ子です。はい、まあ、ちょっと予備知識ね。まあ、anyway、 じゃあ私ごぼ天うどんにするけど、あなたは、じゃあこれ英語にしますね。 I'd likeまあ、I'll have、 どっちでもいいです。I'll have。 はい、どっちでもいいです。はい、私は持ちます。私欲しいです。同じですね。注文するときの言い方。で、I'll have I have ごぼ天と。もう、ごぼ天にしときますね。ごぼ天うどん。はい、うどんは結構ね、あの、英語で通じることが多くなっています。なので、まあ、うどんでいいと思います。はい。まあ、ごぼ天うどんにしときますね。まあ、固有名詞として。はい。で、あなたは How about you? はい、あなたはどうと、そっくりそのまま質問を繰り返すときですね。すると、B さんは、私はきつねうどん。はい、ここで、私はきつねうどんっていうから、結構初心者さん最初ですね、I'm きつねうどん。I'm きつねうどんって言っちゃったりするんですよね。私はといえば、I'm。みたいな感じで、はい、そしたら私イコールきつねうどんさんになっちゃうので、私は人間なんでうどんじゃないので、はい、ですよね。はい、 B 同士でつないじゃうとね、ここうっかりね、 I'm きつねうどんって言っちゃうと、 B 同士っていうのはイコールでつないじゃうんですよね、前後をね、イコールになっちゃう、私がうどんさんになっちゃう、やばいですよね、違いますよね。だからこれは違うよと。はい、同じですね、上と同じように I'll have きつねうどんって言わないといけないよねっていうことですよね。はい、ということです。私はに惑わされないでください。はい、もうそんなの超簡単ですよって感じですよね。なんだけど、今一度ね、自分が話すときにうっかりそうなってないかってことですね。はい、では2番目、同じですね。私ビールにする、あなたは I'll have beer。 はい、あなたは How about you?
あなたはどうなのと、はい、私は白ワイン、このうっかり I'm white wine とか言うと私がワインになっちゃうので、え、急に液体みたいになっちゃうので、はい、B 同士でつないじゃったらイコールになっちゃうからね、これ違うよねと、はい、だから I will have ここをワインにしないといけないですよね、はい、ということになるわけですね。これ OK ですかね。はい、大丈夫ですね。じゃあ次3番目、好きな歌手の話をしていますとね。じゃあ私が、私は奈美恵ちゃんが大好きね、もう、まあ、これもね、もうなんかもうあ、なんだろう、なんかちょっとなんだろう、感情的になってしまいますけど、大好きすぎて。 But anyway、 はい、 I really like 奈美恵ちゃんと、奈美恵ちゃん大好きとね、 I really like 奈美恵ちゃんで、じゃあ B さんが、私はドリカムね、I'm ドリカムじゃないですよ。そしたら私がドリカムになっちゃうからね。違うよね。あなたはドリカムじゃないよね。なので、はい、ちゃんと主語動詞を当てがわないと。今回は好きってことだから、同じくここに I really like。Really は強調なんであってもなくてもいいんですけど、I really like、dreams come true となりますよね。はい、ということですよね。はい、なので今日のポイントは、知ってることだと思うんですが、いま一度ね、英会話初心者さん、いま一度私はって日本語で言うところに惑わされないように、英語は主語動詞を徹底しましょう。 B 動詞でつないじゃったら前後私イコールその右側の保護になっちゃうんで、イコールになっちゃうからね。私はうどんじゃないし、私はワインじゃないし、私はドリカムじゃないんですよね。だからちゃんとそれに合うちゃんと動詞をね、 I have とか、I like とか動詞をちゃんと決めていきましょうということですね。はい、分かってらっしゃることだと思うんですけど、自分がしっかり使えるようにするにはちゃんと腑に落としてね、口に出していきましょうねということになります。はい、ということで今日は、基本中の基本をお話ししてみました。本日も何か気づきがございましたら、グッドのボタンをいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。バイ。